今日はですね、イングベア・マルムスティンの「マジック・ミラー」という曲を今練習してるんですけれど、これ非常に難しすぎますね。で、また練習してアップしたいと思うんですけど、この最初のこのタブ踏みると22フレットになってるんですけど、このギター21フレットしかないので、ここでごまかしてます。このイングベイの何パターンかあるうちの全部、この全部っていうか、このこれをまずスムーズにできるようにしないと、ちょっと難しいです。で、これちょっと「マジックミラー」って曲を弾きたくなったのはですね、この曲、まあ、たまにイングベイペンタトニックを使うんですけれど、次ですね、このペンタトニックがちょっとたまにイングベイ使うんですけど、この曲こういうところがちょっとやってみたいなという感じでしたね。で、最初のこの、キーが変わるんでしょうか。ちょっと明るい感じの。こんな感じで明るく、ここちょっとキーがわからないんですけれど。ここですね。また変わるんですね。こんな感じで弾くんですけれど、これまだ練習中なんで、さっき早く弾いたところはこんなうまく弾けてません。今もうまくは弾けてないんですけれど、まあこんな感じで、今日はマジックミラーを練習中ということで。マジックミラー、ちょっとイケメン風に映ってますね。こちらが
普段の姿で鏡に映った、まあこれはどうでもいいんですけど、まあマジックミラー、これ意味違うんでしょうけどね、イケメンに見えるミラーです。まあそんな感じで今日は、イングベイのマジックミラーという曲、まあイングベイやっぱ難しいです。ちょっとパターンっていうか弾き方のこの、もっと練習して頑張りますのでよろしくお願いします。